東消防本部の中山です。東消防本部から枯れ草火災の防止と住宅用火災警報器についてのお願いです。まず枯れ草火災の防止についてお伝えします。例年伊賀市内で発生する火災の約半分以上は枯れ草火災です。野焼きなどから延焼する場合が多く報告されています。火は水を入れたバケツや水道ホースなど燃え広がった時の準備をしていても予想以上のペースで燃え広がり消火が追いつかない場合がほとんどです。原則として屋外での焼却行為は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。公益上または慣習上などやむを得ず屋外での焼却を行う場合は次のことに注意してください。空気が乾燥しているときや風の強い日は避ける。焼却をするときは管轄の消防署へ事前に届け出をする。枯れ草に直接火入れをせず刈り取った草を集めて安全な場所で焼却する。火が燃え広がらないように最後まで監視する。火から離れるときはきちんと消火する。火災に備えて消防への連絡体制を確保する。以上のことに気をつけて枯れ草火災の防止に努めてください。続いて住宅用火災警報器についてのお願いです。住宅用火災警報器は火事で発生する熱や煙を感知して知らせてくれる重要な器具です。自宅の寝室と1階を除く寝室のある階の階段に設置する必要があります。しかし住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化で火事を感知しなくなることがあります。設置から10年が交換の目安です。三重県では2008年に全ての住宅への設置が義務となったためそろそろ交換の時期を迎えている器具が多いと推測されます。設置した年月日または本体に記載されている製造年を確認ください。また交換の時期を迎えていなくても定期的に点検を行い作動状況を確認されることをお勧めします。点検は本体についている点検ボタンを押すか紐を引っ張ることで行うことができます。警報音や音声が鳴れば正常です。また電池が切れそうになった時や故障の時に音や光で知らせてくれる機種もあります。火災により亡くなる人の約7割は住宅で発生しています。火災の被害を分析したところ住宅用火災警報器が設置されている場合は設置されていない場合に比べて死者数と焼損床面積は半分、損害額はおよそ4割減少するという結果となりました。住宅用火災警報器を設置することで火災発生時の死亡リスクや損失リスクを大きく減らすことができます。ぜひ住宅用火災警報器の適正な設置と点検をお願いします。お問い合わせは消防本部予防課電話 24-9105 ファックス 24-9111 までお寄せください。以上東消防本部からのお知らせでした。